こんにちは。地域包括支援センター長寿保健師の寺川です。皆さんは在宅医療、在宅介護という言葉をご存知でしょうか。病気や障害を抱えていても、医療や介護のサービスを受けながら住み慣れた地域や自宅で元気に生活していくことは多くの方の願いだと思います。今回のテーマは、健康な歯を保つための口腔ケアと題しまして、歯科の先生と一緒に楽しくお伝えをしていきたいと思います。多田先生、こんにちは。こんにちは。さて、皆さんは最近よくむせるようになった、硬いものが噛めなくなってきたというようなお口の困りごとが出てきてはいないでしょうか。そのような状態が続くようであれば、オーラルフレイルの可能性があります。先生、オーラルフレイルはそのまま訳しますと、お口の衰えということですが、どういった状態のことを言うのでしょうか。はい、オーラルフレイル、すなわち口の機能の衰えがどうして問題になるかと言いますと、人が生きるために重要な機能が口に備わっているからです。食べることだったり、呼吸することだったり、また話すことでコミュニケーションを取ることも口の重要な機能の一つです。口の機能の衰えは気づきやすく、生活する上でも困りごとになってしまいます。歯が揺れて痛いとか噛みにくい場合に食べる機能が低下しますが、咀嚼機能が十分に回復しないと、柔らかい食事ばかりになり、タンパク質を取らず炭水化物ばかりの栄養の偏った食生活になります。その結果、筋肉の機能が衰えたり、日々の活力が失われていく場合があります。さらに口の機能が低下した場合、食事時間が伸びたり、食べこぼしやむせが起こり、食事が楽しめないということは、人と会食するのが億劫になり、外出する機会も減って閉じこもりがちになってしまうかもしれません。噛めなくなると、柔らかい食べ物を選んで食べてしまうことで、さらに噛む力も衰えるといった悪循環に陥ってしまうんですね。先生、この状態を放っておくと一体どうなっていくのでしょうか。はい、オーラルフレイルは放っておくと、口の働きが低下して食べる機能の障害へと進行してしまいます。全身状態も悪くなり、要介護状態になってしまいます。オーラルフレイルの段階ではまだ回復のチャンスがあるので、このタイミングで口の機能の回復のために治療やトレーニングの指導を受けると、健康寿命を延ばすことができます。また歯周病という病気がありますが、進行すると歯茎が腫れたり、膿んで出血したり、口臭の原因になったりします。糖尿病や高血圧を悪化させる原因としても知られ、不潔な口の環境は誤嚥性肺炎の要因になったりします。75歳以上の方対象の後期高齢者健診では、オーラルフレイルのチェック項目があります。皆さんも最近自覚していることはありませんか。一度セルフチェックをしてみましょう。チェックをしてみた結果、合計の点数が3点以上だった場合は、早めにかかりつけの歯科医にご相談ください。皆さん、チェックをしてみていかがでしたか。私も自分の口をチェックしてみました。日頃マスク生活をしていると、自分で見ることも他の人に見られることも減ってきているので、定期受診をせずほったらかしにしていることに気がつきました。常日頃からお口の状態を確認して、トラブルがあれば早めに対処することが大切ですね。では先生、お口の機能を守るケアの方法はあるのでしょうか。またオーラルフレイルを予防するために
今日から取り組めることはあるのでしょうか。教えてください。はい、そうですね、予防ということでまずは自分の口に関心を持つことです。そして十分に清潔にすることです。さらによく噛むことで、噛むことで唾液が分泌されることも健康に役に立ちます。口の動きが悪い場合にはトレーニングすることも良いでしょう。口を閉じてのブクブクうがいや口を開けてのガラガラうがいもスムーズにできるでしょうか。自信がない場合は練習してみるといいと思います。今回はトレーニングの一つとしてパタカラ体操をご紹介しようかと思いましたが、その応用編として谷川俊太郎さんのカッパカッパラッタの言葉遊び歌をご紹介いたします。それでは寺川さん、やってみましょう。私ですか。頑張ります。カッパカッパラッタ、カッパラッパカッパラッタ、取って散ってたカッパナッパカッタ、カッパナッパいっぱ買った、買って切って食った。どうでしょう。上手ですね。はい、では私もやってみます。カッパカッパラッタ、カッパラッパカッパラッタ、取って散ってたカッパナッパ買った、カッパナッパいっぱ買った、買って切って食った。ありがとうございます。さすがです。この歌はあまり早口でなくてもいいですが、リズムよく歌ってみてください。これがスラスラ発音できるようでしたらお口の機能は十分に良いかと思います。皆さんもぜひやってみてください。先ほどもお伝えしましたが、オーラルフレイルはまだ回復のチャンスのある段階です。そういった時に歯科にぜひ受診して、その人その人に合ったセルフケアや治療を相談してください。皆さんいかがでしたか。口腔ケアで不安なことやわからないことがありましたら、ぜひかかりつけの歯科を持っていただきご相談ください。はい、お待ちしております。またご自宅などでも歯科診療を受けることができます。訪問歯科診療に関するご相談は、かかりつけの歯科医もしくは敦賀市健康センターハピフルまでお問い合わせください。歯や口腔ケアのほかにも在宅医療、在宅介護に関するさまざまな情報をお届けしています。ご自身のこと、ご家族のことでご相談がありましたら、ぜひ市内の地域包括支援センターまでご連絡ください。お待ちしています。